国賓として来日中のオランダ国王夫妻が天皇皇后両陛下と懇談しました雅子さまは5年5か月ぶりに歓迎行事に参加されました両陛下とウィレム・アレキサンダー国王夫妻との懇談はおよそ20分間行われました国王はいろいろな面で日本はオランダにとって重要だが経済面での関係が非常に重要だと話し 中小企業の重要性などの話題について陛下と会話が弾んだということですまた皇后様が皇居で開戸を育てている話をされると驚いた王妃はオランダの庭で作っている蜂蜜について送らせていただきますと述べたということです歓迎行事で雅子様はおよそ1年半ぶりに再会した夫妻と懐かしそうに言葉を交わされていました 雅子さまは宮中晩餐会に11年ぶりに出席されます。